皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もファイナルファンタジー7リメイク遊んでいきましょう。さあ前回について新たな破壊活動のため5番箱を目指して進行中です。で前回ねこの線路に飛び降りて、今日こっちかな。まずバーッと行ってそっち、ちょっと戻る感じ。あとここに、なんだろう、あ、どっちかっていうとこっちかな。こっから、どう？いや、階段、ないね。ボックスと、アイテム。何かな？エリクサー。エリクサーはね、これはぜひともどっかで使わねば。多くの方が、使わないまま終わるやつだ、エリクサー。HP、MP 全回復。これ1キロ。壁、気にしとけ。いいね。中継スタンプ。奴の鼻が向いてる方に5番魔法路への道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。待ってね、ここに敵いる。ここはね、やっぱバレットゲーかな。まずこいつ、いいね。で回避して、いやでもバレットもそんなでもないか。待ってね、マジックサンダー、やっぱ最終的にクラウドかな。よしでバースラック決めて、こういう時はそうね、メニューじゃなくてこう。ショートカット、これ使っていく。マコロは青信号の先だぜ。青信号の先、ちょい待ってな。今ここにいて上階段行ける。あとねずっとこっち、あーこれこっちかな、この階段。こっちはこれは特になんでもないかな。これ前回来たっけ、いや来てないね。ここにウェアラット、黙って動け。選べ。勝負あり。片付いた。涼しい顔しやがって。さあこれアクセサリー、星のペンダント。多分これ初かな。見とく。これですね、星のペンダント。戦闘中毒状態を完全に防ぐ。今いいかな。毒状態。待ってね、ボックス。これ勝ちまって、あとバレット。バレットそうか。これ全然やってない。アイアンバングル。スターブレス。ちょいやっぱ下がんだな。アクセサリー。じゃあバレットかな。で、それと、イカズチ回復。いや、ね、炎。どっちかというと炎かな。と回復。バリア。防御魔法。これどうしようかな。やっとくべきか。で、ティファ、炎と見破る。で、クラウドが回復っていう感じかな、今のところ。ですね。まあいいかな。で、それと、アップグレード、そう、バレット、25溜まってる。これは全取りかな。まずそうね、やっぱり、HP アップ。これと、穴拡張。これいいね。1個増える。で、さらに、火力アップ。魔法火力アップ。これどうしようかな。ちょい待ってね。サブ。こっち見る。物理防御。物理攻撃。マテリア。これかな。やっぱね、スロット1個増えるのはだいぶ大きいわ。で、それと、HP アップ。待ってね。よし。で、こんなもんかな。さて、で、ここにですよ。今度、バレット。二つ空いてる。じゃあ、回復。これと、霊気。で、どうかな。さあ、整った。信号の色、ちゃんと見とけよ。青信号ね。中堅スタンプ。
今のところ見当たらんけど、ここに敵。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。助けよう。ああ待って、ワンちゃん、ワンちゃんいる。こうバネット、バネット、そう、確かこいつが火に弱かったはず。ファイヤーをワンちゃん、あ待って、遠田変な、ここが勝負だ。いや、でなんとなくティファでここで、うん、頼られちゃうな。期待してるぜ。おいしょ、このそうワンチャン、これマーク戦のこいつ勝ったいんだな。一気に叩き込む、沈め、消え失せろ。でブレイバー1282いいね。よっしゃ、終わりだ。待ってね、騒ぐほどじゃない。でですね、結構食らってる皆さん、ポーション、ここら辺はポーションかな。しばしお待ちを。よし、こんなもんかな。 OK です。さらに先、電車、これどっち、そっち大丈夫、来ない。あ、でこっかな、あれがワンちゃん、あったぜ。あいつか、それね。中堅スタンプ、ここは回復なし。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道、目印の通りに進もう。行ってみよう。キャッチミーフユーキャン。ここら辺もアイテム、そうアイテムプラスネズコーンは行って、砂漠、よし、この調子でいくぞ。次は勝とう。そう、進路ボックス、これは結構点在してる。なるべく見落とさないように、よし、こう切って、ただ外れ率これもなかなかに高い。ポーション1個、なんだろう、明日のあれかな。ああ、プレートの中のモンスターは魔法の影響でヤバいことになった。魔法のせい、シンナーのせいだ。あんたの世界は単純でいい。気に入ったか。じゃあこっち来いよ。考えておこう。そこのあのなんていうかな、いかにもサソリっぽいね、毒持ってそうなやつ、あいつか。初の毒消しになるか。そして割と近い、こいつやっぱ見破るから。まず食悪いな。よし、でアビリティからの見破って、こいつ備えて、どう、弱点氷、グラッシュトライク、氷属性でバーストが溜まりやすい、 HP が大幅に減少したり、残り1匹になるとバリアを張る。お、気をつけてね。俺が出る。クラウドで、ここでブリザードをこいつに、そう、よし、さあ瞬殺。あとまた回復かな、バレット。待ってね、そういつの間にかね、これ割と食らうんだな。さあこの先、え、これ切らないの、引っ張るの、いいけどさ。あ、そこも2匹、ただ弱点は分かってる。よし、でちょい距離取ってからの、こっち、よし、さあさらにブリザード、弱点ついて、おーし、ウィークネスクリティカル、負けるわけがねえ。バレットってば。
で、こっから下る形。また？ああ、そこにいますね。地下です。これこうなんでいいんか。ああ、でっかいやついる。あれも多分あれじゃないの、ここに弱いんじゃないの多分。おそらくなんだけど、よし、ここで仕掛ける。待ってね、ここでティファさん、いやゲージちょうど使ったな。あとここ、ここでそう見破ってとクイーンストライクあですね。これも氷さあ、ならばブリザード、こいつは通る。よし、でプラスサモン、サモンゲージもうちょいなのかな。あれ溜まってんじゃないの。あ、これ、誰だろう。ティーファ。よし。あ、ただゲージが溜まってね、くそ、もうちょいなんだけど。作戦を変える。おう、任せ。さあ、行くよ。どうかな。あ、待って、溜まった。さあ、これでカーバンクル。子犬だ。思う存分やっちゃって。こいつな。頼りになるんか、こいつは。思いっきり子犬っぽいんだけど。あ、でこの人バネットさんも持ってるブリザード、いいよ。でさらにクラウド、これもブリザード、ひたすらに霊気固め。よし、さあバースト。よし、これで終わりかな。オッケー、確かに事故ったら駆除する。普通にこれ人的被害出るんだろう。あ、でここでよし回復できるんだけど、となったらですよ、これこうあえてケアルの熟練度、これを上げとくっていうこともできる。こうして唱えてから休憩する作戦的に良くない。あとそうね、自販機、これなんか売ってるかな。どいて、バイポーション、フェニックス、特化し、ここら辺いいかな。アイアンバングル、スターブレス、そうね、特に欲しいものないかな。あとね、毒治療、ポイゾナか、毒治療、これどうしようかな。毒魔法もしくは治療買うか、これなかなかに難しいな。うん、どっちかっていうとこっちかな。よし、治療買って毒、まあ買っとく、せっかくだから。 OK、ここら辺なかなかに復活ね、ありますね、フェニックス。上手にかけてるね。ああ、いけすかねえ感じがよく出てるぜ。今のところまだ誰も死んでない。シンラも一応駆除してたみたい。やる気は虫以下。なんで俺たちがこんなもん。どうせまたすぐ湧いてくれ。適当に終わらせて帰るぞ。いや、君らこれ死ぬんだ、今から。こいつ、こいつ、これ弱点なんだろう。まあ、とりあえずぶっ刺して、よしバースなってる。よし、どうってことない。でボックス、ここもこれ結構なボックス。あ、モーグリメタル、これ何なんだろう。多分ドラクエでいうとこの小さなメタルかな。なんかああいった感じの回収アイテムだと思う。すごい勝手な推測なんだけど。さあこの奥、おや、こっからどう行く。こっち行けませんね、
となると、あこっちか、よし、こう出て、あこれもなんかトロトロだ、ほら何そっち、一旦避難しよう。近くに使われてねえ車両基地がある、そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは部隊との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。ですが。おお、貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。E区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガッハッ。大型の戦闘兵器、そいつはぜひともやり合ってみたい。多分それがボスキャラかな。こっち残り 400m ちょい、だいぶ近づいた。シンナの犬がいるぜ。鼻の向き間違えんなよ。こっちね。パレットは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれを中堅だ、犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。マリンの絵本を思い出せ。中堅スタンプそんなに悪い感じしないけど。進んでも進んでも壁で。ここ広いぞ。パレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。ちおい、ちょっと待て、こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてえだ。全員蹴散らすしかねえ。そこに二人、そんな厳重じゃないんだけど。やろうか。あー、ミサイルランチャー。刻む。いやこれ見えない見えない。まずい。ここはこれはちょっと待ってね。ケアルラの方、これは自分かな。落ち着いていけ。頼られちゃうな。来るな。こいつらこれ地味強いぞ。ファイヤー、よし。どうだ。先にあのそう、この重火兵、これもこれ強えな。受けて立つ。しまった。あとねこの6コン、これがね意外とあんまり使い勝手がよろしくない。よし、まずい、再び死ぬ。クラウドに回復させて、あーそっち行っちゃう。そっちじゃないんだな。まずい。あの火炎放射あれ一括いな。ここでケアル自分に回復して、でピンチの時は回復しよう。これ初めての表示。 HP が減ってきた時はアイテムや魔法を使って回復しましょう。パーティーメンバー全員の HP がゼロになるとゲームオーバーとなってしまいます。あーまずい。待ってね、これは一旦避難してからのアイテム、うーんハイポーションって自分かな。あ、待って、バネって言ったな。へぇ、隠れて回復したのに。初めての死亡だ。じゃあ、フェニックスのこれを上げて。火力層分散するもんだよ。で、このバネットちゃん。バネットちゃんちょっと遠くからペチローね。で、ぶっ放して、からのハイポーション自分に回復する。そう。
素手でこの機械をぶん殴るというね、面白い絵面で。非解放、よろしくね。このロックがね、これやっぱ使い勝手ちょっと悪いかな。皆さん的にこれどう、ロックオン。よし、そこのゲートは通れねえ。さあなんとか勝利。ロックのこの切り替えって何だっけ、スティックじゃなかったっけ。ちょい待ってな。あでね、このライフはこれまずいですよ。よしと、もうすぐ隠し通路か。プラン B、 なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビークスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に質問。どういう意味だそれ。あんた死んだからな、バレット。これ2択、正面、これ個室かな。使われてない場所、ね、あですね。違ったか。でマテリアあって、これが何マテリア。イカズチサンダーね。この曲はなんだ。これか、中堅スタンプ。これ買っとこうかな、50円。あとハイポーション、これ3つ。あとフェニックスの、これも特売1個。じゃあ買っといて、あと武器防具、ここら辺も特に更新なしかな。じゃあこれで一旦休憩して、でセーブして先行こうか。よしと、さあセーブかけてブレイクルーム休憩室。あそこに敵、上級警備兵。なになになに、まだまだ。よし、さあヒート。ここまで、まあいい。こいつ勝ってな、バースラ。おーし、勝ったぜ。結構食らったね今の。400くらい。アイテム他になし。じゃあ一発ポーションかな。ポーション決めて、この奥。警備多いね。妙だな。まあバレてるもんな、ハイレカに。中堅スタンプを探せ。隠し通路を教えてくれるぜ。さあスタンプ、あそっちかな、そこの奥、このコンテナの向こう。ただここなんか露骨にボス戦っぽいよね。広いしコンテナあるし、何も起きないはずがない。これもな、これ怪しいな。これか。離れろ。何？聞いてねえぞ。やる気だ。邪魔すんじゃねえ。さあこれはボス戦。よしやっちゃおう。ラストボスですね。まずティファでアビリティ見破るで、あーこれどうしようかな。足、とりあえずまあ足かな。どう、これが弱点雷、 V 破壊するとバーストゲージが大幅に溜まる。了解です。あーこの電撃効いたやつ。なってな、ここでサンダーを、はい、よし。これガード、よし。さあ1本、あれこの本体、これを叩いていけるんだけども、ちょい待ってね。じゃあバースラもう一発、し
あ、こっちいた。そう。こっち見てる。これは最高です。よし。回復してからのバースト。待ってね、まず足をもごう。よし。いやー、この空中の雑魚、これはちょっと面倒ぞ。よし、まず雑魚やつ、これガード。あと待ってね、誰、召喚誰、ティファとクラウド。じゃあエフリート頼む。出番。さあ、この雑魚処理はこれマジ大事。スタンでこいつ、こっち。足じゃなくて、うーん、そう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 、そっちね。でガードして、これ結構食らな。魔法フュエルバースト、こっちかな。いや、今のヒットしてないの、まさか。クラウド、よし。イフリートはこれ仕事してんの。よろしくね。よし、でサンダーぶち当てて、よし、足をもぐ。あー、新妖精来た。あれ無限脇か、となると。でヒート、よし。でブレイブにしてからのめった切り。さあ、これ初の必殺技リプリート。どう、結構食らったね。やったか。これ何システム。ちょそれ鬼の勝って、それ強い。ケアルラ、まだやれる。これちょっと回復かな。バレット、これもキャール。いや、これ無理だろ、こんなの。暴走してる。電撃っぽい。ここら辺、よし、自分大丈夫。バレット、バレット、ケアルだ。右の副砲、あ、これか。348、今の突進。あー、ここ怖い。大丈夫。再びケアルだ。こいつこれなかなか強いな。ファイヤーブリザード、ファイヤーでいいか。副砲、これ副砲どうなるか全然聞いてないけど、さすがに強すぎない。さ、素手で殴ってもね、これはね、副砲に隣とサンダーかな。これをこっち、あ、いいね、大削った。もう一発サンダー、よーし、まずい。どう、さあキャンセルかけて、
あーもう終わった、早いな。外を破壊する、丸裸にするぞ。エーテル、いや何、今2ゴロ食らったな。こっからサンダーで、あ、装甲ってやつだったな。今新しいやつ、これはどっちかというと装甲かな。これガード、ドンク、あ、まずい、ティファが行く、リミット再起こっち、装甲かもしくは副砲、装甲かな。よし、だいぶ削った。で、さらにケアルラをかけてティファさんに、よし、でかい、おお、あった、それが、それが、それいかんって、マジで何なの、そう、回復したのに。じゃあハイポーション、これまずいだろ、こっち来い、こっち来い、大丈夫、よし。さあこれでジェネレーターコアなんだけど、副砲をまず壊して、ブレイブ、もうちょい、待ってこいつ、あ、これまずいやつ、そう、寄るとまずいね。これティファかな、ファイヤー、よし、片付いたな、ざまあ見ろだ、行こう、うん、な、こっちだ、煩わしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと、貴様らの整備が甘かった言い訳なら、いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません、むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる、整備不良でないと言い張るなら地球異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな、俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハガッハ、通路はコンテナの向こうだな、隙間通ってくぞ。入れっかね、いいキャラだな、いいケスキャラ。大丈夫？
一番マコーロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるなら何だ？え？なんだろうね、機関車かな。例えなくていい。例えなくていい。まさかの回答。情報通りだ。もう書けばいいな。普通に面白いわ。これで降りるぞ。アイテムなし。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。ここを抜けりゃ五番マコーロだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番マコーロの柱だ。道順は？プラン E の次は FGH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトでマコーロの近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。向かうは H か。で、さらにチャプター6、ここに突入。これ本作チャプターいくつまであるんだろう。確かにプレイ時間大体40時間手前ぐらいかなっていう話でした。じゃあそうですね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、で次回さらにこの先ね、5番マコーロを目指して進んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ファイナルファンタジー7リメイクでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。